天狗岳、硫黄岳、赤岳に向けて出発したいと思います。もうすでに雪が凍ってます。畳岩の方に向かっております。雪はだいたい10センチ。チェーンスパイクはつけずに登れます。ちょうど1時間で畳岩に到着です。登ってまいりました。白駒池、雲海が広がってます。風は雪はこっち側20センチから30センチぐらい積もってます。今標高は2400程度ですね。稜線に出ました。森にどんどん木ですかね。もうやって風は防げます。登りに結構時間かかってしまいました。はい、視界が開けました。ここは中山展望台。中山展望台です。蓼科山。諏訪の方面ですね。あ、北岳が見える。北岳。天狗岳。天狗岳かっこいいですね。
風はそれほど強くないです。はい、これからあの天狗岳目指して、はい、ここから海跡がないですね。まさかのラッセルです。中山山頂に到着しました。続きまして中山峠に向かいます。こちらも踏み跡がないですね。あっちに天狗岳が近づいてきました。かっこいいですね。パウダーゾーンで、ね、転びまくりました。はい、もうすぐで中山峠です。ここら辺は歩きやすいです。東天狗岳ですね。その奥に根石岳、見晴らし台です。東天狗岳と西天狗岳、奥に根石岳。向こうまで行けますでしょうか。雪がちょっと残ってますね。気をつけていきます。もう少しで天狗岳、東天狗岳の頂上に行きます。22分、東天狗1640登頂しました。ありがとうございました。ちょっとナスが出てきてしまいました。取れそうです。あれが。根石岳。はい、硫黄岳。向こうに赤岳。うっすら見えます。天狗岳は後にします。これから稜線を歩いて根石岳まで向かいます。
白駒池のところからですね。ただちょっと赤岳まで行こうと思ったんですけど、ちょっとやめとこうかな。サクロ、あ、合図持ってます。一応持ってきたんですけどね。ザブロどうだったら言えますね。結構足跡があるんで。はい、横だけじゃなくて、横だけは、私も業者小屋に泊まったんですけど、ガスが出てきてしまいました。山荘に泊まります。足が痛いので他だけには行きません。ちなみに今日の宿泊は僕だけなので、個室を用意してもらいました。ありがとうございます。日没の時間ですが、残念ながら夕日は見れない。ご飯です。